はい、では行きましょう。3次関数の最大と最小の文章題ですね。もうこれもやること一緒です。結局3次関数の最大と最小で文章題になっただけ。式を自分で立てろよっていうこと。式さえ立てられれば大丈夫ですよね。式立てるためにはどうするかっていうと、中学からずっと練習している文章題のポイントっていうのは、まず必ず図や具体例を自分で考えてみようと。そうすると、ちょっとわかりやすくなるんですね。で、次に大切なことは、文章題やるときって大体文字を置くんですけれども、文字を置いたら即です。即範囲を考えてください。即範囲を考える。この範囲が、特に最大最小の問題で範囲を考えないわけがないんですね。それが決定的な違いを作るんで、まず文字を置いたら即範囲を考えると。で、最後に限ってのは、まあ、当たり前やけど、できることは全部やろうと、頑張っていこうよっていうことですね。しっかり問題を読んで。で、問題を読むと、括弧1、もう括弧2も実は全く一緒の問題で、ね、文字になってるか、辺の長さが分かってるかの違いなんですけれども、こういう問題に慣れていこうと。やっぱり、正方形をちゃんと書くんですね。どんだけ文章の問題でも。ちゃんと書けば見えやすくなるから、30センチ、一辺30センチの正方形があって、この四隅を切り取って、箱を作ると。想像つきますよね。ここ切り取って、十字架みたいな形にして、端っこをペシッペシッって折ったら箱できますよね。こいつの体積、容積、まあどっちでもいいですけど、の、最大値を考えていこうやっていうことなんです。じゃあ体積とか容積ってどうやったら求まるかっていうと、中学でずっとやったけど、結局、底面積かける高さなんですね。底面積かける高さやと。だからこれを折った時にできるであろう、底面。ここを知る必要があるんですね。ここ。これを底面積にして、で、ここの部分が高さになると。高さも X 決定ですね。あとは底面積を知ると。切り取り一辺の長さを X とすると、まず文字を置いたら即範囲なんで、X はまあ切り取る部分なんで必ず正やなと。で、もう一個大事なのは、かつ、この正方形から2個切り取るんですよね。2個切り取るためには、当然、この両方を合わせた合計が30よりちっちゃくないとダメですよね。ここ20、ここ20やったら切り取れないですもんね。ここ30しかないから。だから、合わせて30以下。この両方です。で、それを合算すると0から15になると。この範囲をしっかり出しておくのが大切ですね。で、あとは、体積求めるために底面積かける高さやから、底面積求めるためにこことここを知ろうじゃないかと。ほな、当然、ここからここが30で、XX やから、両方 30-2X ですよね。底面の一辺は 30-2X ってわかります。だから、ここの式っていうのは底面積です。30-X×30-X。これが底面積。で、こいつは高さですね。底面積×高さ。で、あとこれ計算していく。ガンガンと。ほんなら、4X×30-120X×900X。こういう風になります。うわ、数字でかいなと思うんですけれども。まあまあ、3次関数。で、最大最小っていうことは、グラフを書かなあかんなと。グラフを書くためには微分したらいいなと。ということで、微分するんですね。はい。で、この微分する目的っていうのは、ひとえに、このグラフを書くためなんですね。V' が、どこがプラスで、どの範囲がプラスで、どの範囲がマイナスかを調べるのが大事。で、この V' は、12x2 ということは、下に凸やから、こういうグラフを書いて、で、このプラスとマイナスの転換点を調べるために、イコール0を考えるんですね。ここが早すぎて何言ってるかわからない人は必ず3次関数のグラフに戻ってください。で、あとは、計算していくと、ここが5と15ってわかる。で、ここがプラマイプラってわかるから、これで増減表をかけるんですね。プラマイプラやと。つまり、上がって落ちて上がるグラフってわかるんですね。はい。で、ここではいつも増減表のここの部分求めんやけど、あえて求めません。なんでかっていうと、まず、この問題集を読むと、問題部分を読むと、体積を聞かれてるわけじゃないから、X がなんぼの時に最大になるかって聞かれてるから。そして、時間節約のためなんですね。数字でかいと。
この計算してられへんと。特に15なんか代入したらもうえらいことになるんですね。だからあえて書かないです。ただグラフは書くんですね、やっぱり。で、グラフを書くためにまず点線で範囲を書くと。点線でグラフを書くんですね。点線でグラフを書いて、で、この合致する範囲、0から15の範囲だけなぞるんですね。で、この0の部分と15の部分は必ず体積が0になることを確認しておいてください。まあ0の方はすぐわかるんですけどね、0を引く0足す0なんで。15の部分も、このまあ、まあ、ほんまは代入線でもわかるんですけどね、というのもよう考えてくださいね。 X が15、片方15やったらもう30になるでしょ。これ切り取る部分合わせて、ほんならもう0じゃないですか。体積できひんからね、だからこう0なんですね。まあ15なんか計算せんと、それは図的イメージで使わんでほしいところです。まあまあどっちにしろ最大はこの図見ても分かるようにね、0から15までなんで、ここしかないんですね。ここが最大やと。だここの15が0っていうのは計算しなくても最大値が5っていうことは分かります。こういうグラフになるからね、ここが絶対最大値なんです。それから X が5で最大値っていうふうになります。 OK ですか。2番も全く一緒です。何が違うかというと、この30の部分が 2a になっただけ。文字やから少しややこしいねっていう、ただそれだけです。だからポイントはほとんど一緒で、やっぱ切り取り一辺の長さを X としたら範囲を即考える。で、これが文字やから若干ややこしいですね。30が 2a になっただけです。ね。さっきの問題と一緒で30が 2a になっただけ。入試とかになるとこういう文字がいっぱい出てくるんで、そっちにも慣れとこやっていうとこですね。だから、底面積かける高さ。底辺は 2a-2x になりますよね。これさっきとして 30-2x やったんですね、さっきは。今回はここが 2a やから、2a-2x になるだけです。底面積の2乗かける高さでやっていくと。でここの注意点は、やっぱり、X について整理することですね。悩むと思うんです。いやいや、これ、A について整理してもいいんちゃうのみたいな。でも、こうはしないんですね。さっきの問題からも分かる通り、ここでは僕たちが求めたいのは、切り取る一辺の長さを X としたと。で、この、こいつが、この変数なんですね、こいつが。こいつがいろいろ変わっていきよると。2センチであったり、5センチであったり、いっぱい変わってきよると。2a っていうのは変わらないんですね、定数っていう意味だけど。同じ文字でも全然違うんです。で、面積が最大値になるっていうことは、当然、その時の x はなんぼやっていうのが関係するんですね。x が5センチだったら最大とか、x が10センチだったら最大とか。そういうのが関係あるんやから、X について考えていくんやから、当然 X について整理していくんです。ここは A について整理して、A について微分するっていうのは、なんとなくやってしまう人がいるかもしれないですけど、それじゃ答えはやっぱり出ないですね。はい。ということで、X についてやっていくと。あとは、この V' は、X について微分するんですね。だからこういう風になると。あとは一緒です。微分したからグラフ書きたいなと。グラフ書くためには V' イコール0を考えないな、考えないといけないなと。例えば計算がややこしいだけですね。文字がいっぱいあるから。これも A やら X やらいっぱいあるけど、やっぱり X についての方程式と似てるんですね。で、X について因数分解して、X イコールこういう風に文字を出すと。あとは一緒ですね。もう増減用も一緒です。ね。A は辺の長さやから、絶対にA 大なり0なんで、こっちに3分の A が来るっていうことはまずないんですね。だからこの順番やし、増減表もこの順番です。3分の A と A で。で、プラスマイナスプラス。プラスマイナスプラスやから、上がって下がって上がる。ですね。で、範囲が0から A っていうことは、もうわかりますよね。ここが最大値です。ね。まあ一応グラフ書くとこうなるよと。あとはもう代入して計算するだけです。はい。ということで、ここは3次関数の最大と最小の文章題を書きました。
文章題って人になることは一緒で、式をどんだけ自分で立てられるかっていうこと、その式を立てるために図や具体例を必ず考えようねっていうことでした。そして何より大事なのは、文字を置いたら即範囲、文字を置いたら即範囲、それが大事だったんですね。はい、ということで学校の問題集で類題見つけたり、無料塾指定の問題集でしたらもうすぐプリントに書いてますよね、類題、それを練習してノーヒントでできるように身につけていきましょう。